最近何があったかな。それは世間的な話ですか。世間的な話。だってね、いつまでもこんな弱小劇団の話してもしゃあない。もっと世間の世間の話、最近流行ってるものとかの話とか。いや、最近流行ってるもの、その方が多分見てくれば、最近流行ってるものの話ついていかなくちゃ。人気のあるものでしょ。そうそうそう、うん、なんやろうね、最近人気、最近流行ってるものないか。視聴率はあるもんでしょ。だって あんだけ流行ってるモンハンですら誰もやってないねんから。あ、モンハンね。アイドルとかじゃ、だから AKB。ああ、大熊さんが一番マークしてないとこ。AKB や AKB。 分からへんね。最近すごいらしいよ、だって、うん、めっちゃおるらしいよ、アイドル。で、アイドルだらけ。だってもう不思議ちゃん系のアイドルの親御さんってお金持ちが多いねんで。へえ、どういうことなの。分からへん。平均年収1500万ぐらい。え、じゃあすげえ、金があるからこう送り込むみたいな。金があるから心が、あんな感じで頭使わんでええからアホなっていくってこと。ちょっとそれさ、ちょっと大きくいろんな人をバカにしたで今。なんかこの前、あの某あのダウンタウンのやってる音楽番組なんですから、うん、なんかね、あのスチュワーデスを模したこうアイドルがおって、うん、キャリーバッグを持って歌を歌う。へえ、それもう舞台でさ、その一公演でやるネタみたいな。なんかメンバーのことお互いをグルーって呼んでる。いいな、それ。ちょっと面白い。面白いですね。それがアイドル。スチュワーデスって、だなんかそういうの今あるんちゃう、バージョンじゃないけど、うん、劇団員のアイドルとかあったりな。そう、でも誰か作るんちゃう。作るやろ、うん、なんか AKB じゃないですけど、関西小劇場 KS。 私食い込まないよ、うん、お、一撃屋のアイドル可愛くなってくる。え、何やねんその顔。でもだって今のはさ、俺らどうしていいか分かんない。ここでさ、可愛いやなっちって言ってもお前ら嘘やろみたいな。そうなるし、別にそうやなっつったら何ぞの言うみたいな。だから今は、今もいや、どっちでも正解かもしれない。どっちでもよかった。黙るっていう。だってどれ、今の何が正解だったの。だってあだっち駅に帰るんちゃう。帰る。で、関西だ、KSB、 KSB 48分の1に入る。 B がない。関西衝撃場やろ、うん、KSS バル、バル、バル、なんでバルじゃない。関西衝撃バル。全然違うもんな。 関西衝撃場、うん、あ、KSG、 G 衝撃場でしょ。なんなん、 AKB は何の略なんですか。秋葉、秋葉。あ、そうなん。 NMB が何場所。あ、そういうことなんだ。で、あれやん、名古屋が栄、 SKE、 SKE。じゃあ、KSG、 G、 48、 48分の3はもうおかしくない。俺ら歌って踊っちゃう、うん、俺でもあの AKB の歌は知ってたよ。みんな知ってると思う。どういうこと、どういうこと。あの、ジャンピン、JJT の打ち上げで、うん、あの歌ったサビだけ歌った。知らんよね、それ。会いたかったって。違う、I want you。 I need you やな。ブルースのように歌うんといてくれ。で、歌ってのっけて大丈夫な。まあ、そんなん言い出したらキリない。あ、聞けた。今の何の歌か分からへんもんね。はい、そうやな。今のが正解か。今のじゃ分からんかった。ブルースやか今の。なんか急に部屋入ったら、お前これ歌えみたいな感じで。あ、歌わされたパターン。あー、歌わされて、正直ほとんど知らんから、ほとんどオリジナルテンポで歌下手みたいになってる。もうノリだけで言って、最終的にサビだけなんとなく歌知ってた。最近は AKB や。だから48中43333とちょっとあるじゃない。ちょっと衝撃場で狙うのは難しいから、うん、平方で平方。お前40万人呼んでる。お前絶対別品見れちゃおるよ。じゃあでもその中で演劇してる人いないと、もうすぐ全員揃う。そうなるとすごく少ない。いや、でも分からんよ、俺らの知らんとこでめっちゃ美人な人がやってるかもしれない。ああ。俺らは何を知っとんねんって話やけど。じゃあでもアイドル性のある人じゃないとできん。アイドル性、ああ、え、ちょっと待って、あるアイドル性。やっぱりあるやろ。ある、あると思うよ。それ適当でしょ。これから我々は地域や48として
結局そこ目指す48人、はい、劇団員募集しております。なんか違う総選挙やろ。総選挙、総選挙しようか。そうそ う, そう選挙かもな、あれな。そうそうそうそ う, そ う, そう。だからびっくりして、その丹下さんに帰り道に、丹下さんがなんか好きやから帰り道に、あれは何なんですか選挙はって、あ1位になったらお金がもらえるんですかみたいな、何本ほどもらえるんですかみたいな違うと、なんかお前ゲスやつになってるみんな涙をして、うん、賞金いくらなんだと聞いたところじゃなくて真ん中で歌えると。いやでも確かあれなんか上位7名はメディア選抜とか言ってたから、そこだから給料的なものは上がるんじゃないの。で、でも給料はあれらしいで、一律で。一律なの。でも各事務所でしょ。そう、そうだ、事務所違うもん、ね、ちゃうから露出度も違うもんね。でも基本額20って聞いたで。あ、だからその AKB として出る時だと、しっかりしている AKB として出る時は20やけど、 CM 出たとかは別に。あ、そうかそうか、うん、え、でも上がめっちゃ搾取しまくって、その話だよ。ちょんやこれ。いや、それはもう行くよ。俺らジャーナリズムもあるだし。いやいや、あかんよ。ジャーナリズム出しちゃった。もうそれでもやっぱ1位になったら賞金欲しいよね。じゃあ1位、ファイヤー48総選挙やったら1位になったらなんか得点。あ、そうしよう。主役になれるプラス、うん、主役を負け扱い。もう大隈さんの采配次第よね。真ん中なれるね、AKB は、うん、主役なれる。歌も歌合わせる。歌合わせる、歌合わせる、一番シーン。お給料は。あ、そうやな、賞金も。賞金、大隈さんは目録、目録出る。なんとしても俺、じゃあ俺1位取らなかった。いや、それはでも劇団員たちの闘争心を煽って、うん、もう盛り上げていかなかったから、うん、100円とかですね。じゃあもっといこう。10円。お前今のボケ最低に思わないで。払わないです。まあ、というわけで皆さん、こうお気に入りのメンバーを見つけるためにぜひ10月は芸術創造館の方に感激バトルを見に来ていただければありがたいなと思います。